はい。えー、それでは始めてまいりましょう。皆さん、こんにちは。2021年、択一投げと合理講座、民法の第1回目、前半の講義を担当根本の方で始めてまいります。9ヶ月決戦、私の講座を選んでいただき、本当にありがとうございます !1 年間、よろしくお願いします、えー。では、テキストの方をちょっとまず出してください。えー、っと、3ページの、えー、っと、2ページ、3ページの方をお願いします。えー、まずちょっとテキストの作りのところから説明をさせてください。 えテキストは左側に問題、そして右側にはその問題を解くための知識が図表でまとまっています。左が問題、右がえ図表になっております。で、右のページの方、図表の至るところに星印がついていると思います。で、この星印は左側の問題の鍵となる知識の部分です。左側の問題の例えば2番を間違えたんであれば、右側で星の2というのを探してください。それがあなたが 入っていない知識。間違えた知識なんです。左が問題。そして右が対応する知識になります。そして左側の問題ですが、いろいろ載っています。例えばこのページの方は、オリジナルとか、司法試験過去問と載っていると思います。このオリジナルというのは、これはベックの過去の答連から持ってきています。その過去の答連から、これはいると思ったものだけをチョイスして、 入れています。また、司法試験加工というのは今年から新たに導入しました。えー、司法試験の去問の中から、これは初試験でも出る。もしくは、初試験で、えー、こちら角度を変えているなと。あ、これは聞き方面白いなと。といったものを入れています。また、ページの方で言うと、4ページあたりになると、10番とか11番。左の問題の10番とか11番の方は末尾の方に、 27年4のえとか31年4のうというふうになっています。こういうふうになっているものは過去問です。必須過去問だけを一足一足、これはいる、これはいらないという判断をして自分が全部入れています。誰かに任せたんじゃなくて自分の判断で全部入れています。つまりこれ左側のものについては必要な過去問、および必要な当年問題、それが詰まっていると思ってほしいんです。 結局、過去問と答れ問題を皆さん繰り返すんです。だったらそれは、一緒になった方がやりやすいと思うんです。また結局、問題解けないんですよ。解けるための知識があるんです。んです。その知識を右側で凝縮しました。これがこのね、ええ講座のあテキストの、ね、特徴になっております。 え、画面見るだけで結構です。よいしょ。え、講義の進行については基本、問題をちょっと解いてくださいと、と指摘します。なので、ちょっと頑張って問題やってください。で、その後にね、私の方が説明をするというスタンスを取ってきます。で、できれば、間違えた問題については、軽い色をつけておくと、復習が早くなるんじゃないかと思います。また、通信の方、通信の受講生の方も、 えこちらウェブ、DVD を止めずに、生と同じ感覚でやってください。そうしないと、どんどん解くスピード落ちちゃいます。また私もね、皆さん、生の、ね、方、受けながらね、解くスピードを見て、だいたい7割、8割ぐらい行ったかなってところでストップかけます。なんで、そこでストップかけたところで、終わっていれば、あ、大丈夫と。スピード的には遅くないぞと。逆にちょっと、うーん、毎回毎回ちょっとうまくいかないなと。言ったら、あ、ちょっと自分遅いんだなと。ちょっとスピードを上げなきゃいけないんだなと。ってことも意識してください。 で、最後に、丸二番。難しいところについては、これ先に私が説明をして、じゃあ左側の問題、やって、何問見てやってと、というスタンスを取ってきます。ということで、5択これぐらいにしましょう。やっていきましょう。2ページ、3ページ。本日は民法総則途中ぐらいまでいこうと思います。じゃあ2ページの方ですが、左側。えっと、第1巻、え、権利能力。対時に認められる権利能力、5足やってみてください。用意スタート。 じゃあそこまでにしましょうか。右側のページの一番上、大に認められる権利能力、ここを見ていきます。大に認められる権利能力、え、これは国によって違います。日本は3つに限定しています。一般的には認めず3つに限定です。1、不法行為に基づく損害賠償。2、相続。3、遺贈。条文がこの3つだけに限定しているんです。 で、限定してるって分かっていれば、一番がいけたはずです。これ、条文は、異贈としか言ってません。死因贈与までは射程範囲にしていません。だいたい死因贈与誰が契約するの異贈は単独行為だからまだできる人ても、死因贈与誰が契約するの退治側。ってことで、ちゃんと三つ覚えて吐き出しているかってことだね。 そして中の一を見てやってください。退治の損害賠償につき、母その他の親族が退治のために加害者とした若いは退治を拘束しない。こちらの、母その他の親族がって書いてますけど、やってること、代理やろうとしてませんか停止条件説、どういう意味退治中は権利能力ないんですよね。退治中は権利能力がない。 本人に権利能力ないんですから、代理できませんよね。本人に権利能力はないんですから、代理はできないですよね。 で停止条件説、えー、対日は権利能力がない。本人に権利能力がないんだから代理できないよね、と。はい。で続けて上の表なんですが、えっとね、線引きから下。米印といいんでしょうか。ちょっとここを説明していませんでした。 ちょっとこちら一旦画面の方見てやってください。見るぐらいで十分だと思います。胎児に認知できましたっけ多分できるかって知識よりもね、胎児を認知するときは母の名誉のために母の承諾がいるっていう知識だと思うんです。母の承諾がいる、認知に承諾がいるってことは、まあ前提は認知できるですよね。で、実はこれ。 逆、胎児側から認知を請求する条文がないんです、これ。ちょっとこちら4行かな読んでやってみてください。でもこれは条文がないというだけで相当批判されてるんです。バランスが取れないじゃないかと。 というふうに批判されているとこなんで、このあたりはもう理屈を考え込まずに、あ、逆はないんだなと、ということを割り切って覚えた方がいいと思います。 じゃあ、それぐらいにしましょうか。はい。じゃあ、戻りします。じゃあね、次はえ、こちらで胎児のところは終わりにいたしましょう。ページの方は、4ページ、5ページの方まで行きましょうかね。あ、ちなみに、今日、速度早いです。えというのが、えー、だって今日の範囲って、大体皆さん理解しているところが多いと思うんです。あのこれゆっくりやっちゃうと、あの最後の方で皆さんがしっかり聞きたいところがね、すごい、もう超短期でやらなくちゃいけないので、ちょっと結構今日お、心を鬼にして、少し早めにいきます。申し訳ないです。じゃあ、4ページ。 じゃあ今度は行為能力。未成年の行為能力です。きついと思いけどやってみましょうか。14足。よーい。スタート。 7八ぐらいまで来てる感じでしょうかね。 では、そこまでと大体いいこれが7割、8割ぐらいの方が終わったところのタイミングになりますじゃあ、いきましょうかえ右のページの表にいきましょう未成年の行為能力えまず未成年の定義えこちら年齢のありますがあとは結婚しているかどうかというところもあったと思います。 こちらの方が中の1になっています。婚姻していれば青年犠牲だという点ね。中の1。で、最後2行、まぁ、あ、出ておりません。一応確認してください。中の1、最後2行。婚姻状態がなくなったとしても未成年に戻るわけじゃないということ。一度結婚という形をして、世の中のことをいろいろ知ったんですから、元に戻るわけじゃないんだと。 では続いて、中の2、法廷代理人の同意が必要です。法廷代理、養子に行ったら法廷代理って誰中の2確認してみて。養子に行った時は、養親の方に行くということ。法廷代理人は養親の方に行くということね。このあたりは9番の問題でした。 じゃあ、上の表に戻りましょう。原則は、えー、原則。法律行為をするには法定代理の同意が必要。例外3つ。まあ、有名だと思います。1、2、3ですが、先に2から。目的を定めで処分を許した財産の処分。目的を定めないで処分を許した財産の処分。これは、渡した時点で同意があったというロジックですね。渡した時点で同意があったと。だから、いちいち同意を取らなくていいよと。 で、次、丸三番。許可された営業に関する行為。営業許可というやつです。この営業許可については、相手が迷惑するという観点でした。もしないとこうなります。あ、うん、わかった。うん、じゃあ魚俺やるね。うん、わかった、父ちゃん。いらっしゃいませ。カツオですかちょっと待ってください。父ちゃん、カツオどうオッケーです。はい、いらっしゃい。サンマ、ちょっと待って。父ちゃん、サンマ相手が迷惑するとわかりますね。 じゃあ今から言うのはどう思います太郎。え、魚やってえぞと。ありがとうでもな、カニとサバはダメだ。えカニとサバだけはダメだからな。わかったいらっしゃいませ。サンマどうぞサバちょっと待って待って、サバねサバちょっと困るんですよ丸さん、米印どうでしょうか余計迷惑する女も。 ということで、一部に限る、一部に限ってしまえば、やはり、お客さんの迷惑になるってこと。相手の迷惑になるので、一部に限定するってことはできないよと。はい。で、頭を使う例外が一番です。単に権利を得、または義務を免れる行為。 え、この単にっていうのは私はただって考えてます。権利を得るだけ、義務がなくなるだけ。権利を得るだけ、義務がなくなるだけ。これなら不利益にならないよと。下の方に行きまして、中の3。 早いかな中のさん、横に見ててくれる横ね。中のさん、横に見て,てね。財産法、同意を要する行為、一例。貸金債権の弁債を図量すること。あの、イメージね。未成年が権利を持ってるの。未成年は権利を持っていて、弁債を受けるのね。未成年が弁債を受けるのね。弁債を受けると、債権がなくなるね。 権利を得るだけ義務がなくなるだけじゃないよね。権利を失ってんの。権利を失うんですよ。よろしいでしょうかね。権利を失ってんのね。次2番。負担付き同意を受けること。負担という義務が来ちゃう。負担という義務が来ちゃうから同意がいるよと。 一番は権利を失っちゃうよと。二番は負担が来ちゃうよと。で、右。同意を要しない行為。一。単純贈与を受けること。これなら権利をもらうだけ。これなら権利をもらうだけです。で、二番なんですが、ちょっとこれどっか脇道かどっかありましたら、ちょっと書いてもらっていいでしょうか。はい ちちちょょっっととこちらの方の方画面に入れましたちょっと今回の問題の3番を特に間違えた方3番間違えただけで結構です。ちょっとこちらの、ね、画面の方ね入れてますのでちょっと書いてもらってよろしいでしょうかちょっと今回はで手続き上の問題でと,というも書をお配りできません、えー、と次回からは、えー、事前に、ね、皆さんに書いてもらいたいことについては事前にお配りいたします。 でちょっと今回だけは、ね、ちょっと画面の方に出すものを書いていただきますということを何度か言うと思いますのでちょっと、ね、お手数なんですが、今回だけちょっとご面倒ですがお,お付き合いください。 じゃあ行きますよ。えっと、未成年と誰かで預ける契約をしたようです。未成年側が黒丸を預かったんです。未成年側が黒丸を預かったんです。まあ、この契約自体、多分親の同意は必要です。まあ、多分絶対言きます。親の同意が必要です。するとね、この未成年側は、返還する義務、返還義務を負うんですよ。またもっと言うとね、返還義務だけじゃなくて、 こちら、まあ、無償であったとしても、一定の注意義務は課せられます。注意義務を課せられます。で、ここでですよ。この物を、この物を、変換すればどうなりますこの物を変換すれば、追っている債務や、 注意義務がなくなるんですよ。負っている債務や注意義務がなくなるんです。負っている債務や注意義務がなくなるんです。まさに権利を得るだけ、義務がなくなるだけなのね。義務が なくなるだけなんです義務がなくなるだけ、まあ、ちなみにこれ出ないと思うんだけどちなみにこれ優勝帰宅だとあのお金がもらえなくなるという難点があるのでこれ優勝帰宅は怪しいから出せない 有償帰宅だとアイスが出てきちゃうので、あの、お金がもらえなくなるんじゃないかっていうアイスが出てくるので、あ、これだから無,無償帰宅っていうふうにしています。で、別にね、これまあ、これ自体の事例を覚えてほしいって気持ちはあんまりないんです。あの、義務がなくなるだけってあんまり具体で出てこないから、多分皆さん覚えないんですよ。権利を得るだけ義務がなくなるだけの義務がなくなるだけって事例があんまりないので、あ、覚えないと思ったので、あえて事例として出させてもらいました。 これぐらいにしましょうか。ちょっと待ちましょうかね。じゃあ今度は表の、ね、下段に行きます。で、表の下段は身分行為とあるんですが、ちょっとまずは認識を改めて。この身分行為は、基本同意がいらないんですよ。これ身分行為全般ね。 身分行為自体は人からの同意や人のオッケーはいらないはずなの。身分行為は誰かのオッケーがなくてもできるが基本なの。未成年に限らないよ。未成年に限らずに一般論として人のオッケーがいらないはずなんです。だからむしろ同意がいる方は意識していいと思うんだ。一つ目。婚姻。親の同意がいるってやつね。ないと取り、えー、同意がいると。 でに、相続の承認、放棄、限定承認。これは、プラスマイナス、残遺産のプラスマイナスの計算がいります。プラスが多いかマイナスが多いかの計算がいります。 はい。ということで、これぐらいにしましょうか。はい。一方、右側の方は一個一個なんか覚えなくていいですからね <laughs> 基本はいらないんだから。まあ、強いて言うと、4番ぐらいかな ?15 歳。遺言、15という意思能力。意思能力、年齢制限が入ってるってことね。遺言については、意思能力の年齢制限が入ってるってこと。右側はそれぐらいでしょうか。 では次ですが、今度は一番下。未成年が結核1になってる条文。これですが、今回11、12、13とやってもらったんですが、31年にかなり細かく出てるんですよ。未成年の結核1なんでちょっとこれは右に載っているものはぜひ覚えててください。覚えるっても理解で押し切れるよ。えっと、丸一丸二セットでいい。未成年って面倒を見られる方なのね。 面倒を見られる方が人の面倒を見ていいかってことなんですよ。面倒を見られてる方が人の面倒を見るのはおかしいよねってことなのね。 で、次。えっと、三。遺言の承認、立ち会い人。遺言、ものによってはえ、承認が必要です。で、これ未成年はダメなんですね。なぜか社会常識がないから。あの、遺言内容って、いろんななもちろん財産だけじゃなくて、いろんな施設はどうするとか、いろんなこと細かいお話が入ってくることが多いんです。たときに、未成年だと、社会常識がないから、内容が理解できない。 内容が理解できないその恐れがあって未成年外しています社会常識がないちょっと言葉選んでませんけどねはいでは最後ですがえっと一番下「丸四遺言執行者これは人の多くの財産管理になってます 遺言執行者、多くの財産管理が必要になってしまうと。ちなみに、後で比較しておいて、司法書士って人の財産管理にタッチするでしょう。司法書士未成年なれたっけぜひ、このあたりもリンクしておいて、未成年司法書士なれたっけなってところ、そのあたりもリンクしておいてください。 以上で未成年のところ、これぐらいにしましょうかページの方は6ページ、7ページ6ページ、7ページ6ページ,7ページ、ページ7ページなんですがちょっとごめんなさい。足だけ見てやってください左の問題の足の5番だけ見て上のほうでごめん行為能力の比較5番の足 6番も見てたくれない5と6同意権がつくって同意意味同意がなければできない裏を返せば能力の制限を食らうんです同意権がつくっていうのは能力の制限です補佐は同意権あるよね 補助はある場合とない場合があるね。補助はある場合とない場合があるよね。ってことで、同意見がつくと能力が制限されるってことね。同意権がつくと能力が制限されるんだと。右の方の注意書き、ちょっと長いんですがね、読んでみてください。 でしょうかね、じゃあ一問また 4, 4足くらい行きましょうか左下の方補佐人の同意が必要な行為13条1項4足ですよーいスタート いししましょうか右のページの方の下の方。補佐人の同意が必要な行為。13条1項。で、これぜひね、ざざっとね、復習の時に眺めるだけはしてください。13条1項。まず、大きな方向で言うと、補佐人は管理はできるけど、処分ができない。管理はできるけど、処分はできない。この方向はまず押さえてね。管理はできるけど、処分はできない。これ次回の事項にも絡んでくるから。 じゃあ、どういう処分ができないのっていうのが、そこにずらっとね、1から10枚並んでるわけです。1番。元本の領収、利用、元本を受け取ること。実は、これも処分になっちゃうんです。ちょっと、か,んか,か軽くやらして。あ、100万ですね。はい。え、2、3、4、5、6、え、8、え、8。処分なんです、これ。<laughs> 受け取って計算するでしょ数えるでしょ これも処分になるので、補佐人にはやらせない、非補佐にはやらせないということだのね。非補佐にはやらせないと。書いてるところ、少しね、ちょっと付け加えてごめんねあの、非補佐がこれできないって分かっていれば、さっき未成年の話でね、未成年で、えー、っと弁済を受けること、これ同意がいるっていうのは、いけると思うんですよね。非補佐ですら同意がいるって考えれば、未成年になってもちろん同意がいるよねと。 っていうのはいけると思うんです。はい。で、ちょっと今回関係ないんですが、4番。訴訟行為。同意なければ訴訟は始められない。同意なければ始められない。ちなみに、相手から来たの、応戦するのはどうだっけなと。これ、あくまでも訴訟行為をするだからね。するね。訴訟行為をするだからね。 で丸6番相続の承認、放棄、特にこれうち、遺産分割、遺産分割、相続分の処分と考えてください、相続分の処分。で、丸九をちょっと読みたって、丸九ね。 これ、4ページの問題の2。確認できる4ページの2。未成年は管理能力もありません。未成年は処分能力だけでなく管理能力もありません。 4ページの問題の2番ね。四ページの二なんですね。てか、くどいようですが、次回の事項にも絡んできます、えー。未成年は管理能力も処分能力もない。非補佐は管理能力はあるけど、処分能力がないと。 よろしいでしょうかね。もうちょっと,とか、ね、よし。じゃあね、この番、下の方に行きまして、10番です。丸10。えっと、7ページの丸10。え、民法改正で新しくできている13条の行為になります。まず、ザザッと読んでください。その下の絵で説明します。じゃあ、下の絵に行きますね。 本人 B、親権者 A、この親権者が非補佐なんです。で、この非補佐が右側、代理行為をする。B のための代理行為をしようとしてます。で、これ、親であれば代理行為ができるのは間違いないんですが、ただこの親、そもそも非補佐です。自分のことをやることでさえ同意がいるんです。 自分のことをやることでも同意がいる人なんです。人のことをやるときだって、そりゃ同意がいるよね、と。C から丸一同意と書いてあるね。自分のことですら同意がいるんです。人の代わりにやるときだって、同意がいるよね、と。 で、ちょっとこれ細かいねとこまでつ詰めてほしいんですまずね一回確認してもうちょっとわーわー言うからえっとね10番のとこですが2行目に法定代理人としてって書いてあるんですよ法定代理ここまでちゃんと押さえて法定代理ってことってことでね基本論点からまず確認していきましょう59ページちょっとページ番号振っといた方がいいかな59ページ一番下の表を見てやってください いけるかな ?59 年。一番下。代理と能力って表を見てください。えっと、左側見てほしいんですが、本人 B、任意代理を置いて、非補佐人。非補佐だと分かって、自分の意思で選んだんです。B が自分の意思で、非補佐を代理で選んだんです。だったら、彼がどんな不利な契約しても、甘んじて受けろと。 自分で選んだんであれば、甘んじて受けるべきだと。その下、1,2,3見ていきましょう。1、代理人がした一生示の効果は本人に対して効力を生ずる。2、行為能力の制限を理由に代理行為を取り消すことはできない。自分で選んだんでしょと。この人を選んだんだから、自分でその効果を受け付けなさいと。 で、繰り返して右の方行きますとね。自分で選んだんだから、その効果を受け付けなさいと。自分で選んだんだから。ってことで、この論理が通じないのが右です。B がいて法定代理がいます。法定代理は本人が別に選んだわけじゃありませんね。法定代理は法の要件をクリアすれば勝手になっちゃいますよね。自分の意思で選んでないんですよ。 法定代理は法の要件をクリアすれば勝手になる人 B の意思で選んだ人じゃないんですその下12と123見ていきますと代理人がした意思表示の効果は本人に対して効力を生ずる 行為能力の制限を理由に、その代理行為を取り消すことができる。こっちはできるです。はい。で、いうことで、こちらね、5番とか6番、左側の5番とか6番の問題を見るとき、法定代理か任意代理かを強く意識してみてほしいんです。ちょっと5と6だけ確認してもらっていい左の5と6。 というわけでこの辺りはね、ぜひ任意代理、法定代理を意識して読むようにしてください。はい。っていうことを、偉いことを話した上で、今気づいた。ごめん。直してくれ、一箇所。申し訳ないです。えっ、ー、と、右側のね、とこの丸3番のところですが、ちょっとこちらの方、任意となってますので、ごめんなさい。これ法廷にちょっと変えておいてください。すいません。ちょっと今自分で気づきました。申し訳ないです。偉いこと、かっこいいこと言っておきながら、すいません。 申し訳ございませんでしたでは、これぐらいにして次は8ページ、9ページにいきましょうか。まあ、ここは多分ご自身の方でまで、あ、解きながら右の表で潰していくこの右側の表ぐらいは多分、ねまあ、多分分ね読んでいけばできると思いますのでここはもうお任せしたいんですが、えー、12番だけで解いてくれない12番だけ 僕は、非補佐剣、非貢献です。いや、ちょっと待って、それ、何ができて何ができないか分かんなくなるんですよ、これ。右のページの中の1、お読みください。 で、二度三度読まなくていい。二度三度読まなくていいので、中の位置に載っている三行目の、十一条正し書き、十五条一個正し書きってあるじゃないですか。一回だけでいい。読んでいくんないこれ、十一条、えっと、十一条と十五条ね。え、もう、全く同じようなこと載ってるだけだけどね。一応自分で検証した方が、え、頭に残りやすいと思うんで、一回だけでいいから読んでやって。復習の時で構いませんので。 これぐらいにしましょうか。で、次はね、あの、10ページ、11ページの、あ、早くてごめんなさいね。10と11のところは個人、えっ、ー、と、こちら最高の話なんで、個人でできると思いますんで、ちょっとお任せします。ごめんなさい。12、13。じゃ、ここはやりましょうか。12ページの問題、5足ね。12ページ、5足。用意スタート。 じゃあそこまで。えっと、右のページの方ほ、えー、こちら論点が載っています、査実、生徒趣旨、一応、軽く確認してみてください2行目に制裁という字が入っていると思います、制裁と、本当に大元の趣旨はこの制裁にあります。 で、下に要件が1から5枚載っています。別にこれ一個一個覚える人は特にありません。4番。意識して読んでみなさい。4番。誤信したことと言います。もっと言えば、騙せたことなんです。騙せたからこそ制裁するんです。で、今回2番の問題が、騙せてないんです。 いうことで、あくまでも騙せたからこそ制裁するということで、騙せていないので制裁がない。取り消し権は奪わないと。はい。では一番下、効果ですが、1と2。取り消し権がなくなりますが、誰のがなくなるかを確認して。 これは制裁なので、みんなから奪います。親の取り消し権があったら、この親に頼ってきます。親に頼って取り消しさせてしまいます。みんなの取り消し権を奪ってしまうってこと。 で、注意書きの方を見ていきましょう。制限能力者であることを黙っていた場合、単に黙秘するだけでは、差実に当たらないが、と。まあ、有名な論点ですが、確認させてくださいえ。黙っていたら向こうが誤解したと。今から何年前でしょうか。14歳の時に北千住駅で立ってましたら、なんか変なアンケートが来ましたね。すみません、アンケートよろしいでしょうか。あ、いいですけど。あ、これ、まず、あの、年齢を教えてください。14です。 あ、すいません。これ、二十歳から何件ってんですだ騙された、畜生俺、騙せないよ俺、騙せないからね俺、何も言ってないよ俺、これ、制裁ですか言わないだけじゃ制裁にはならないってことだね。言わないでいたら向こうが誤解した。これ、制裁かってことだね。言わないでいたら向こうが誤解した。これは制裁じゃないだろうと。 これがよくね、目費、差実に当たるか当たらないかって議論なんです。えちなみに、こういう感じだったと思います。あの、取引しようと思っているこれが未成年で、地盤未成年と言ったんです。ブッ、ううぅ、梅の酒は、あっ、選挙だよな、スパーと。なんかこんなことやられたら、これはちょっといろいろ考えるところある,あ,るあると思うんです。 最後3行見てやってください。これがまだ密室です。こちらね、内行目後ろ辺りに、他の言動などと相まって、他の言動などと相まってと、他の言動次第で誤解させれば、黙っていても差ジとなると。他の言動があった場合は、 サジストなり得るってとこね。一応確認できるかな。5番の問題が単に黙ってるだけじゃないってことね。5番がただ単に黙っていたわけじゃないってこと。 以上で未成年関係は終了といたします。続いては14ページ以降に行きます。14ページからは不在者と失踪宣告になるんですが、失踪宣告はご自身の方でできると思いますので、ちょっとここは不在者に焦点を絞ってやっていきます。14ページ8足。よーい、スタート。 じゃあ、そこまでにしましょうか。右四ページの表ですが、一番上を使っていきます。え、表があって、縦にね、えっ、ー、と、左側を縦に、右側を縦に見てほしいんですが、うん、ちょっとまず軽くからいきますと、えっ、ー、と、いなくなった管理人を置くべきかという話。これ、パターンが二つあって、本人が、俺、明日から遠くに行くから、お前に頼むな、と言って、どっかに行っちゃった場合と、知らずにどっかに行っちゃった場合では、 国が関与すべきかどうかは違うわけです。本人が誰か決めてどっか行っちゃいました。国が関与する必要はないよね。右側見てください。不在者が財産管理人を置いた場合、イコール、財産管理をする人がいる状態で不在者になったと。これって国はタッチする必要ないんですよ。 で、それでもあえてタッチしなきゃいけないケースが二つある。一は当たり前すぎる。読んでみて。いや、その人の権限はなくなれば、管理する人がいなくなるんだから、それは誰か選びましょうよと。まあ、それは当たり前だとして、二番の方ね。不在者の聖者が不明になった場合、利害関係にまた検察官請求より財産管理人を、 解任することができる。選んでいた財産管理人を解任。改めて任ずる。別の人を任ずる。改めて任ずる。別の人を任ずるってことできます。これ、要件しっかりね。生死が不明と。まあ、これだけ覚えられいいんですけど、それでもやりたいからやらせてください。 はい。あの、眠たけど、お前やってんだろうなと。あ,あ、すいません、本人さん、今日もやってます。まあ、どうなってるのか、まあ、ファックスをくれ。はい、わかりました、送ります。一週間後。今週どうぞ。はい、ちゃんとやってます。後にファックスを送ります。ああ、やめなと。一週間後。連絡ねえな。二ヶ月後、連絡ねえな。どうなると思うチャランポラになるんですよ。 見張りがいなくなればね、本人からの監督がなくなれば、チャランポラになっていくんです。なので、この時国が入っていくんです。国が入ってきて、今チャランポラになっていれば、解任ができる。義務じゃないかね、もちろんね。解任ができる。チャランポラになったら首にするってだけだからね。 で、これ、意識して覚えてほしい要件が、この、丸の二の1行ね。生死が不明となった場合、この要件をちゃんと見抜いて、3番と4番確認して、左の3番と4番、生死が不明となったって要件が入ってるのを確認して、 じゃ、今度は、表の左側行きます。財産管理に置かなかった場合、財産管理する人がいない状態で不在者になった。その下、えっと、利害関係にまた検察官の請求に財産管理の専任、その他必要な処分をすると。まあ、これはわかるでしょう。その下、上記の命令後、本人が管理人を置いた。ちょっと注意ね、ここ。状況もう一回言いますよ。状況は、 誰も管理する人を置かずにどっか行っちゃった。財産が放置されているから、国が、裁判所が管理人を選んであげた。そしたら本人が、お行かんとと言って、自分で管理人を選んだんですよ。となれば、国が選んだ管理人は、 もはやいらない。国が選んだ管理人は、もはやいらないはずです。もう一回ねえ。えー、これ国が選んだ管理人がいる。本人が管理人を選ぶ。国が選んだ管理人がいる。本人が管理人を選ぶ。もうこれ国が選んだ管理人はいらないはずだと。もう一回これ行きましょうか。国が選んだ管理人がいる。本人が管理人を選ぶ。もうこれ国が選んだ管理人はいらないはずだよねと。 続きで読んでいくと家庭裁判者はその管理に利害関係にまたは建設関係によりその命令を取り消さなければならないここに注目です取り消さなければならない自動的に権限がなくなるではないんです自動的に権限がなくなるではないんですよこれいつ権限がなくなるのか引き継ぎはどうするのか いつ権限がなくなるのかを明確にする。引き継ぎを明確にする。という観点で、自動的ではないってことね。 はい。いうことで、で6番の問題確認できるでしょうか ?6 番の問題ね。ありがとうございます。じゃあ、表の一番下。財産管理の関与。保存行為。物または権利の性質を変えない範囲の利用改良行為。もう本当にイメージは管理です。管理ができる。財産管理には管理ができるけど、 処分はできないと。管理はできるけど、処分はできない人として考えられています。で、下の方に行ってください。中の2、家庭裁判所の許可の用費。はじめ2段見てください。 保存利用改良行為までだったら許可はいらない。でも下、処分が必要になる。どうしても処分しなきゃいけないときは、やっていいけど許可がいる。やっていいけど許可がいる。下の方に米1、米の2があります。米の2は楽だと思うんで、まずざっくり見て、米の2から。 まさに処分ですよじゃあ、米の位置はどうでしょう切り切れなかったらね、本人がカチンってくるかって思ってみて、本人が何やってんのお前とっていうふうに思うかです。 ももとと本人の利益法なので最後分かんなければ本人が怒るかって観点に見るといいと思うんです控訴されて怒りはしないと思うんですよ本人が怒るかっていう観点ね本人が怒るかっていう観点ねこれ今日の最後か次回のまた言いますもう一回来るんですこの話 では最後、中の三お読みください。やっぱりあの、こう、財産がいっぱいある不在者と、えー、そうじゃない不在者がいらっしゃいます。えー、不在者の財産の中から報酬を出すんですよ。不在者の財産の中から報酬を出すんですが、財産がない人からは、なかなかきついんですよね。なので、これ、末、ま、尾のところが、で、き、る、で、 きるになってるんです。はい、といったところで、えー、今、ちょうど1時間ぐらいでしょうか、ちょっと軽い休憩しましょうか、えー、と1時間25分で大きな休憩に入りますが、私の講義の場合、だいたい1時間の,ところのタイミングでちょっとした休憩を入れようと思っています。なんで、首を回すなり、顎を回すなり、首を回す、あの海は同じかなんかいろいろね、うまくやってみてください。 久々の勉強だと、とか久々の行為だと思うんですよ、それううとこう、なんか昨日までずっと試験が終わってからぼーっとしたのに、ね、いきなり問題をわーっと解かされる、でしかもなんかすごい簡単な問題じゃないと、なんかひねられた問題ばっかり来ると、なんか多分、面食らってると思うんですよね、でわざとこっちを面食らせるようになってます、<laughs> はっきり分かっていることを分、ね、かっていることを普通にやってしまえば、あーっていうふうにね、のほんと勉強しちゃいます、そうすると危機感持たなくなっちゃうんですね。 なんで今日はね、ちょっとあえて、今日と次回ぐらいまで、ちょっとあえて、ちょっとね、あのー、厳しめというか、ちょっと角度をエッジ効かせたものをね、説明しています。ただ、3回目ぐらいになったらね、普通にだんだん落ち着いてくると思ってください。で、今日のところもね、また復習の仕方などについては、えっ、ー、と、今日の最後な、えっ、ー、と、3時間の方にの最後あたりのところで説明しますので、ちょっと待ってください。では、ちょっとページパラパラめくってください。えー、16。 17、18,19。このあたりは失踪宣告でご自身の方でできると思うので、ちょっとここはお任せします。で、次に、20と21。で、ここについてなんですが、ちょっとこれは、やるやらない任せます。20と21は、やるやらない任せます。削るかどうか最後までなりました。えっと、剣能なき遮断で、これ、平成11年以降出てないんですよ。 で、しかもこれ出すとしたらね、もう今一般法人で同じことができるので、これ本当、削るかとかギリギリまで悩んだんです。なんですとここはもうご自身の勉強の状況に応じて、やるやらない決めちゃってください。すいません、ここはお願いいたします。また次は22ページ以降に行きます。ここは説明始めます。22、23。 で、2023ですが、できればね、23で説明するところをひたすら繰り返して、22の問題をやるっていうよりもねも十23で説明する内容をちゃんとやってほしい。何かっていうと、平成22年に1回だけ出たんです。法律行為かどうかという基準。ちょっと右上の方を読んでいくよ。法律行為。意思表示。 一定の法律効果に向けられた、えー、医師の外部への表明を要素とする、司法上の法律要件。全く意味わかんないと思うんですよ。でもね、一カッコの中、しっかり見てほしいんですよね。法律、効果に向けられた。ここがポイント。効果に向けられた。ちょっとニュアンスがわかってほしいんです。ちょっと画面の方出します。使いますね。 行為をすると、効果が生まれるのね。行為をすると、効果が生まれる。ちょっと見るだ,見るだけいいかね。申し込みって意思表示をして、承諾があると、契約って効果が生まれるよね。で、ゆっくり言うよ。契約の効果が欲しいから、 申し込んでるってわかる。契約の効果が欲しいから申し込んでるってわかる。じゃあ、これはどうえっとね。ちょっとごめんね。ちょっとガム出したんだけど。 債務の承認ってことをすると、時効は更新されるよね。債務の承認ってことをすると、時効は更新されるね。じゃあね、この債務の承認する人は、よーし時効を理説させるぞ離脱させるぞ不利になるけどやってみようとあの、効果狙ってやってんの違うと思うんです。あの、単純に、 ちょっと向こうから言われたから、債務あるって認めちゃったと。ちょっと払っちゃったと。この米印さんね。法律効果を狙って行為をしているか。これが基準なの。法律行為を狙効果を狙って行為をしているか。 繰り返すね。債務の承認をすると更新になる。で、債務者は言われたからね、ちょっと払いましたと。言われたから債務を認めただけにもかかわらず、自分が考えてもなかったリセットっていう効果を生じ,生じてしまうと。これは法律行為ではないんですね。 大体いけるかなもうちょっと待とうかよしじゃあ一旦切り,切り替えるよ切り替えて下にね準法律行為ってあるじゃないですかでここね分類は全く覚えなくていい分類は全く覚えなくていいあのね星印がついているところが理解できればいい星印がついているところが理解できればいいすまん楽ないようからやらしてイメージ持ちやすいですから えっとね、下の方に載っている2っていうのの、星野さんって付いてる星野さん、星野さん。一物習得における所有の意思。皆さんは普通の人だと思って聞きたい。落とし物を拾って、うまくいくと、え、落とし物を拾って、うんぬんかんぬん起きると、最後、所有権を取得できますよね。ちょっと聞きたい。皆さん、落とし物を拾うときね、やった所有権ゲットだぜと 違うよね。これも効果を狙ってないんですよ。効果は所有権取得だけど、効果を狙った行為じゃないんですね。法律効果は所有権取得です。遺失物収得っていうのは、単に拾って届けてあげよう。効果を狙ってるわけじゃないんですよね。 効果を狙っているわけじゃないってことね。いけそうかな。よし。じゃあね、今度はね、また上の、そこからせり上がっていって、星の4、星の5。星の4、星の5って振ってるとこ見てもらっていいいけたかないくよ。再建上との通知ってことをすると、対抗要件を取得できるね。もう一回ね。再建上との通知ってことをすると、 対抗要件が手に入る。じゃあ、通知する人は、どんな気持ちでやってんだろう何を目的なんだろう通知する人は、これね、対抗要件を得たいじゃないんですよ。通知する人って、もうあげる人だよね。もらう人じゃないよね。あげる人だよね。これ、通知する人は、単純に、 変わったことを知らせてあげたいと。変わったことを知らせてあげたい。これが狙いなんです。対抗要件を得たいじゃないんですよ。対抗要件得るのはね、上都人、えっ、ー、と、上都人の方じゃないですかね。譲り受けの方ですからね。対抗要件得るのは上都人じゃなくて譲り受けの方ですからね。 ってことで、これも目的、効果を狙ってやってるわけじゃない。効果を狙ってやってるわけじゃないんですよ。 はい。じゃあ最後は、星の2ってついているやつ。2つあるからね、2つね、星の2ね。あの、すいません、どっちが目的あの、払ってほしいの、解除したいの、どっちあの、払ってほしいの、時効を止めたいの、どっちが目的あの、催国っていうのは、払ってくれって言ってたよね。目的は、払ってもらうことなんですよ。 おーし、あいつを解除させてやる払えと払ってくれなくていいかな俺は解除したいんだと違います主目的は払ってもらうことです主目的は払ってもらうこと完成融位じゃないんですね解除じゃないんですよ 目的は解除じゃない、えー、完成猶予じゃない、払ってもらうことが目的なんですね。ということで、これぐらいにします、もう少しましうか、払ってもらうことが目的、効果の方えー、完成猶予や解除のほうじゃないってこと。 ということで、これぐらいにして次に行く前に少しだけアドバイスをさせてください。で、これも勉強して分かったとおりに、上の方がね、やっぱり分かりづらいんですよ。下の方が分かりやすいんですね。だから、あの、債務の承認から下から順次ね、あの、勉強の時にね、やっていった方が理解がしやすいと思います。下の方から順々にね、見ていった方が分かりやすいと思います。次ね、復習の時もね、これ左側の問題はしばらく置いといて、右のところの星印がついたところ、右の星印つけたところね。ここだけ見るようにしてください。順法律行為の方だけね。 よろしいでしょうかね。で、なおかつ、えっ、ー、と、ここについては、えっ、ー、と、よく聞かれるのはね、この分類は何の意味があるんですか ?24 ページ見てください。あのね、それ考えたらハマるんです、これ。この分類やってもね、いいことあんまないんですよ、実は。なんで、この分類の実益はあんまり考えないでください。この分類の実益はあんまり考えないでください。では、普通のレギュラーな論点に行きましょう。これからは、意思表示の結果を見ていきます。 まず一番よく出るのが、この虚偽表示の方から行きましょう。じゃあこちら左側、94条2項の第三者、こちら1から6までやってみてください。よーい、スタート 6足のとこまでででいいですからねではそこまで、ごめんなさいね。右のページの表に行きましょう、94条2項第三者の要件。 要件と注意と載っています。要件1234とありまして、123後でちゃんと読みます。4からまずお願いします。4。善意であること。で、米印。善意の立証責任は、第三者側にあると。で、基本ね、あのね、立証責任が聞かれたら、その事実があったら得する方、と思っておいて。その事実があったら得する方、 このあったらって忘れないで、ね、あったらって忘れないで、ね、なかったらにするとおかしくなっちゃうからその事実があれば得する方大体がこれで切れるんですでこれで切れないものが次回から来るので切れないものを覚えた方がいい事実があったら得する方ってことで同じことを繰り返してもらうまだ書いてないな 同じことを繰り返しましょうか。通防協議表示の典型例で言うと、A と B で通防協議表示、それを信じて C が買ってしまったと。で、C が善意。であれば、C は所有権取得ができると。善意だと、善意であるって事実。善意だと得するのは、A、B、C、誰ですかって言ったら、C ですよね。その事実、善意という事実があれば得するのは C なので、C に証明責任を合わせます。 ぜひ基本、証明責任、立証責任を聞いてきたら、この事実があったら誰が得するのかなと。誰が得するのかなっていう観点で見てください。で、もう一個米印。 判定時期は外形行為と別個の法律原因によって新たに第三者が法律の利害関係を持った時である。ここ。法律上の利害関係を持った時。法律上の利害関係を持った時点と。あの、絶対どっかで第三者って悪意なんですよ。悪意になるの。絶対どっかで。どっかでね、あ、虚偽の物件だったんですねってどっかで気づくんですよ。なんで、 自分が利害に入った時点で善意であれば、そこから悪意になっても別に保護しますよと。利害に入った時点で善意であればと。で、これでもう覚えちゃった方がいいのが中の一。 本契約予約契約の場合なんです、中の位置見てやって、予約時ではないというところ。 一番慎重に調査して契約するのは本契約時だと。本契約時に一番調査しているはずだと。予約時はまだ雑な調査。本契約時にちゃんとした調査をしている。 じゃあ戻りましょう。注意点1と2があって、1番。無関してあることを要しない。そして2。登記を要しない。まあもちろんこれ、これは一般論で登記はいらない。もちろん下の方に中の2って載っていて、比較事例。有名だと思いますが、事例によっては登記は要求されてしまうことももちろんあります。ただ、一般論で言うと、登記はいらない。94条2項は、善意の第三者と書いてる。 ではいらない。で実はねここから推測してほしかったんです6番の問題6番は推測をしてほしかった問題なんですちょっとこれ画面の方に少し出しますので間違えたからちょっと軽めに書いてみてくださいえい6番の問題です で何度も申し上げません。ちょっと今回は事前にお配り、ちょっと手続きをできなかったんですが、あの次回からはあの皆さんがこう毎回書く、書かないかのようにね、あのお配りいたしますので、今回だけ許してください。 え、話は何かというと、A と B で定等権を設定していて、で、この C が定等権があるぞと思って点定等を設定したんですよ。ただ、その後にね、AB 間の定等権が虚偽表示だったと。通防虚偽表示だったことを発覚したんです。じゃ、この時 C は善意であれば保護されるのかと。っていうと、善意であれば保護されるんですが、これ、こちらね、対抗要件って話。 天帝等の対抗要件いける分かったいけないねうん283ページ一番下を見てください283ページ一番下無料体験の方は画面の方に今段階出してますので無料体験の方は是非画面の方を見てください 天体との対抗要件。これに二つあります。第三者。天体とを二個三個つけたときに、俺が先だ俺が先に天体とをつけていると俺が先に回収するぞっていう要件は、付きどうでもいい。先に投記すりゃいいと。天体とって一番付き一号、付き二号で入るよね。だから付き投機と書いてるだけ。 で、もう一個した。対、債務者、保証人、設定者。これ、ニュアンスはね、これらの人にね、点テ,テーをつけたから、払うなよ。点テ,テーをつけたから、俺に払うなよ。伝わるかなあの、点テ,テーがついた状態で、もし、元の方にね、弁済されると、 弁済して、抵当なくなって、点々とも消える。払われると、抵当消えて、点々とも消えちゃう。だから、払わないようにと。抵当権者、元の抵当権者に払わないようにと。元の抵当権者に払わないようにと。 低、ね、等権者に払われてしまうと、低等が消える。低等が消えると、点々とも消えてしまう。だから債務者の方には、低等権者に払うなよと、承諾なしに払うんじゃないぞと、そういうためには、教えなきゃわかんないよね。点々とをつけたってことを、教えなきゃわかんないよね、と。 そこまでいいかなよし。じゃあそれでもう一回いくよ。今回は、定等権が入っていて、点定等を設定しました。でも元の定等が虚偽表示だってことが発覚したんです。で、この点定等は、善意であれば保護されます。対抗要件を備えてなくても、対抗要件を備えてなくても保護されるわけです。 その点との対抗要件ですから第三者には登記、債務者側には通知です。債務者側には通知承諾です。それがなくても保護されますよと。対抗要件がなくても保護されますよと。じゃあその観点でもう一回6番ちょっと読んでいこうか。いきますよ。 現定等権者と債務者である現定等設定者の通報により、仮想の定等権設定契約が締結され、その登記はされた後、現定等権者が全員の第三者に対し、点定等を設定し、その登記はされた場合において、現定等権設定者への点定等設定の通知または承諾がないとき、通知または承諾がないって言ってますね。対抗要件備えてないんですよ で、対抗要件は備わってなくても、善意であれば保護されますよね。対抗要件は備わってなくても、善意であれば保護されるわけです。なので続き、典定当権者は、限定当設定の無効を理由とする、限定当設定当期の抹消について、承諾義務を負う、負わないよ。 保護されるんだから承諾義務は負わないよと。保護されるから承諾義務を負わないよと。というところで、ね、このね、この知識自体を覚えてほしい気持ちはそんなに強くないんです。 94条2項は対抗要件なくても保護されるよねと。対抗要件なくても保護されるよねと。その一例を出しただけなんですよ。だからまかり間違ってもこの問題を覚えるっていう作業はやっちゃダメだからね。そうじゃなくて対抗要件なくても保護されるんだってことを分かっておけい,いの。 繰り返しておきますとね、繰り返して休憩に入りましょうか。えー、こちらの方ですが、この事例を覚えてほしいではなく、94条2項の第三者では、対抗要件を備えてなくても保護されるんだと、それを分かってほしかったんです。まあ、プラス、あの、典型との対抗要件を復習してほしかったと、天帝との対抗要件を見直してほしかったというのがちょっとだけ入ってます。 というところでこれぐらいにしましょうか。ちょっとお時間伸びてます。ごめんなさい。一旦休憩ありましょう。10分の休憩に入ってください。では後半の方に行きたいと思います。後半は25ページの方の表。要件をもう少し細かく詰めていきます。えー、一番上のね、94条2項第3つの要件。1、虚偽表示の外気を信頼し、新たに利害関係を取得すること。特にこのポイントは新たにという点です。 虚偽表示の後に利害に入っている。虚偽表示があってから利害に入っている。これだけが保護対象です。虚偽表示の前から利害を持っていれば対象外だからね。新たによく引っ掛けてくるよ要件ですから意識してください。で、丸に、独立の経済的利益を有すること。 で、これはもう一例だけ抑えれば結構です。このね、これは一例だけ抑えれば結構です。これ自体は毎回チェックする必要はない。ある一例だけだから、これは。三、虚偽目的物に対し、法律上の利害関係を有すること。これはポイントは二つ。一つは、法律上の利害関係。法的権利を持ってないといけない。 これ、虚偽目的物に対してとね。例えば、土地の仮想譲渡があって、土地の仮想譲渡があって、ある方がね、金銭債権だけ持っていたら、ダメだけど、その物に差し押さえまでしていれば、差し押さえまでしていれば、虚偽目的物に法律上の利害を持つわけ。虚偽目的物に法律上の利害を持つわけ。 ちょっと今ので、じゃあ今ね、軽く見ておうか。ごめんね。十七いけるごめんね。えっとね、今の話が、二十七ページのね、二十七ページの左、九十四条二項の第三者丸、右当たらないでバツで、左の番号の四と、右の番号の三左の番号の四と、右の番号の三左の四と、右の三ね。 虚偽目的物に差し押さえでもいいから、権利を持っていれば、94条2項の第三者になるけど、単純にその目的物に利害がないと。単純にあいつに金貸してるだけだと。これは94条2項にならないと。たまにはまるんですけどね。でもこの人って債権を持ってる。債権はあるけど、虚偽目的物に対しては権利がないんですよね。目的物に権利がないんですよ。 ありがとうございます。じゃあその観点でもう一回だけ。虚偽目的物に利害があるかね行きましょう。ちょっと聞くだけでい,い,ていくよ。土地の仮想上と、土地の仮想上と、建物建てられる、建物借りる。土地の仮想上と、建物建てる、建物借りる。これ当たらないんです。虚偽目的物は、土地だよね。利害つけたの 建物だよね。右のペ右の表の当たらないの丸に、見て。当たらないの丸の二。ごめんね。27ページの方ね。ごめん。十七ページの方ね。ごめんなさい。<laughs> よろしいでしょうか。虚偽目的物に利害を持ってるかってことね。 虚偽、目的物に利害を持っているかってことねじゃあ改めて27ページの表もう一回いきましょうか27ページの表も見ましょうかごめんなさいね27ページ左が当たる右が当たらないだけどこの当たらないについてそれぞれ何で当たらないのかそれはちゃんと言えるように。 右のね、えっ、ー、と1、ね、1から8がいるね。一から八がいるけど、どの要件をクリアしてないのかと、どの要件をクリアしてないのかが、ちゃんと言えるようにしてください。例えば、右の丸二番、今やったやつね。今やったやつは、丸二番は、虚偽目的物に利害がないと。虚偽目的物に利害がない。 で、3もさっき言ったとおり、ワジ。3も虚偽目的物に利害がないんです。でね、ちょっとこれ後で事例やればできると思うんで、ちょっと早く言っちゃうよ。ごめんね。4、6、7。4、6、7。この4、6、7は、新たにではない。 新たにの要件をクリアしてない。ごめん、本当は4678もだ4678。4678 46が虚偽の後じゃない。虚偽の前からリガに入ってます。虚偽の前からリガに入ってる。 で、私多分右の丸5を飛ばしてると思うんですよ。丸5を飛ばしてると思うんですよ。ちょっと一回読み上げるね。いくよ。えっと、債権が仮想上司された後、新たに債権取り立てのために、債権を譲り受けたもの。ポイントはね、債権取り立てのためにって言葉。債権取り立てのためにって言葉。まだ未の論点です、これ。 ってことで、ちょっとこちらの方、画面の方に少し書きました。画面の方にちょっと入れておきましょう。よしと。えっと、今回の問題の10番を題材にしています。左の問題の10番を題材にしています。本当にごめんなさい。次回からちゃんと配りますんで、今日だけは許してください。今日だけは許してください。 な、何の話かと。と言いますと、あの、例えばこの100万の債券があったとして、まあ、B が C に債券譲渡していると。で、C が A にね、債券譲、あ、C が A に債券譲渡しているんだけど、取り立てのための債券譲渡って言ってるんです。あの、何かっていうとね、C は A に取り立ってもらいたいんです。C は A に取り立ってもらいたいんです。つまりこういうことね。この C がいて、A 君ごめん、なんだい。俺さ、あの債務者手強くて取れないんだよ。 なんとか取りに行ってくんないかなと。じゃあ俺は仮に取り立てればいいのそう。あの、訴訟とかなんとかいろんなことやって取り立ててくんないじゃあ何俺がお前の代理ってことそう。取り立ての代理。取り立ての代理してくれるアウト実はね、弁護士法違反なんです。取り立ての代理をやるのは弁護士法違反になっちゃうんです。だから、これね。 債権状渡って形式を取って債権者にすんの。債権状渡の形式を取って債権者にして、100万取れたら、70万バックすると。100万取れたら、70万バックすると。繰り返すね。え、代理として取り立てをすると、弁護士を72条違反になっちゃうんです。法律行為、法律行為の代理を弁護士以外がやってしまうと、弁護士を72条違反になっちゃうんです。 そこで、ね、形は、売ったことにしたんです。債権を売ったことにして、回収できたら、回収できたらちょうだいと。回収できたらちょうだいって関係してるんですよ。代理にすると弁護士を72条違反、法律行為の代理になってしまうので、それができない。 だから、債権を売ったって扱いにして、それで取り立ってもらおうと。債権を売ったことにすれば自分の債権ですから、何の問題もないからね。で、最後にくどくなんだけど、A が100万回収できたら、C にいくらか渡すとね。C に70万とか、いくらかバックするってことね。 じゃあ続けるよ。で、こんなような話で、再建譲渡があって、取り立てのための再建譲渡ってことをして、やってたら、ここが94条だってことが発覚したんです。この BC の再建譲渡が、差が、え、これは虚偽表示だってことが発覚したんです。で、結論言うよ。これが、 これだけだったら、単なる債権譲渡であれば、A は保護対象に当たります。A は保護される方です。ですが、この取り立てのための債権譲渡になると、実はある要件をクリアしなくなるんです。ちょっとこれで25ページ、ごめんね、言ったりしたいね。25ページの要件に、 独立の経済的利益を有すること。独立のってところ。わかりますこれ A だ、A だけの利害じゃないんですよ、これ。これ取れば、A が取れれば C にも払うから、A だけの利害じゃないんですね。 A だけの利害じゃないとでただ、くどいんだけどこの独立の経済的利益を有するという要件は今の取り立てのための債権上等以外では全く使えません。 なので、もう、このじ、あのね、要件忘れてもいい。むしろ要件忘れちゃって、この独立取り立ての再建状とこの例を覚えちゃっても構わないくらい。応用性がほぼないから。この要件、応用、応用性がほぼないから。 ってことで、ちょっと早いかな。じゃあね、この表をもうちょっと攻めたいと思います。ちょっと画面出しますね。よいしょと。で、この94条2項第3者丸。で、この丸だった場合、保護されるって覚えてると思うんです。保護されるって覚えていて、それは別に間違いじゃないんだけど、それだと事例が解けないんです。 94条2項に当たるってなったら虚偽部分を有効で処理してください虚偽部分を有効で処理してください虚偽部分を有効で処理してくださいもっと言うよもっと言うよ この別に問題で保護されるされません、されます、されますかされませんかって聞き方しないんですよ。どうなりますかって聞いていくんです。じゃあどうなりますかが言えなきゃ意味ないんですよ。じゃあもうちょっと行くよ。あのね、例えば典型例言って、94条2項の第三子の典型例。A が B と協議、粒を協議して、で B が C にうっ払ったと。で、94条2項の第三子に当たっていれば、AB 間を有効だと思って自己処理してみて。 A と B のバイバーがあって、B に所有権があって、B が C に売ったんだから C が所有者になると。保護されるされないじゃなくて、有効だっていう処理をしてほしいの。有効だって処理をしてほしいの。 ってことは今度逆に、94条2項に当たらなければ、虚偽の部分を無効で処理するんです。虚偽の部分を無効で処理するんです。 ちょっとごめんなさい、今回予定しなかったんだけど、えっと、まず楽なものを1つやってえげつないものにいきたいと思いますえっとね4番と8番の具体例星の7と星の11をやっていきます星の7と星の11をやっていきますちょっとこちら7番の問題ちょっとざーっと見てくんない よし、じゃあ行こうか。えー、っと、ちょっとじゃあ一回見てもらっていいかな。X から Z に債権がちゃんとあったんですよ。ちゃんと債権があって、で、これを X が Y に売ったんです。債権譲渡したんですが、ここは仮想だったんです。X はや仮想ね。じゃあ聞きたいんだけど、Z は94条2項の第三者に当たらないんだ。なんで当たらない 虚偽の前からいるから、虚偽の前からいるから当たらないでいいね。虚偽の前からいるから当たらないでいいね。ってことは当たらないってことは XY はどうしてすんの ?XY は無効だっていう処理になるね。XY は無効だっていう処理になるね。じゃあこちら、この文章、7番の文章、最後ちに2行、2冊もらっていい後ろから。 当該再建譲渡が無効であることを主張することができない。これ、X のことね。X は、この再建譲渡は無効だと主張できないって言ったら、バスですよね。ちょっとこれ、具体にこれを合わせると、ここで X が Z に、無効ですって主張できるんですね。無効ですと。 XY は無効だったんですと。94条2項に当たらないだから無効で処理するだから X は Z に対しあの再建譲渡は無効だったんですってことは主張できますよと。 で、この有効無効の処理ができないと、全く手も足も出ないのが、右のページの11番に載っている27の5のおなんです。もうこれが文章が長いだけで何を言ってるかわからないと。いう問題なんですよ。で、これね、下の方に、ごめんね、行ったり来たりになっちゃって、このページ一番下の方に中って書いてあって、27の5のおっていう風に書いてあります。 でこの絵で作ったんですけどなかなか少し分かりづらいかなと思ってごめんなさい、ちょっと、ね、手が痛くなって本当に申し訳ないんですがすいませんお付き合いでいた,いただけますか、この下の方の余白あたりで構いません、余白あたりで構わないんであの B と C の下あたりにでも、ね、ちょっとこんな絵を、ね、入れてもらえると助かります。申し訳ありません では、行かせてもらいます。えっと、土地の所有者が A で、B がその土地を借りて建物を建ってました。で、そうしましたら、この B が建物を C に売ったんです。で、建物を C に売れば、住たる権利として、住たる権利として、賃借権も一緒に動きます。賃借権者が C になるはずです。賃借権者が C になると。 ここで A がカチンと来たんです。はーい、やったね。鎮釈権の無断譲渡だね、と。鎮釈権の無断譲渡をしたね、と。だから解除だよ、と。鎮釈権の無断譲渡。B から C へと鎮釈権が譲渡されている許可なしにやったから解除するぞ、と。と言ってきたんです。ここで何を言い始めたか、BC が。いや、A さん、実はここ、通報だの。 だから、ここ、通報なのちょっと確認ね。えっと、BC 間で通報ね。A は第三者になるかならないか。BC が通報ね。A が第三者になるかならないか。ならないでよろしいね。虚偽の前からちゃんと利害持ってますよね。虚偽の前から利害にいますよね。 じゃあどういう処理 ?BC 間に売買なんてなかった。賃借権の譲渡なんてなかった。よって解除はできない。BC 間の売買はなかった。賃借権の譲渡はなかった。だから解除はできないと。 繰り返しておきます。分かった方は11番の問題見てやってね。分かった方は11番見てね。もう一回いきますよ。え、これで、えー、っと、今回 A は第三者にならない。第三者にならないってことは BC かの売買は無効と考え、無効で処理する。だから B から C に売買はなかったから、賃借権の譲渡もなかった。賃借権の譲渡もなかったんだから、解除なんてできないんだと。 PC 間の売買はない。賃借金の譲渡ははない。よって解除はできなないと。なんで、ね、もしこの発想ね有効処理無効処理っていう発想がもしなも持ってなかった方ねぜひ今日この2ページ2627ページの、ね、演習をするときにあ九94条二個に当たるな当たるから有効で処理するんだな当たらないなじゃあ無効で処理するんだなってことをやってみてください くどいですが、あの、94条以降で保護される、されないっていう言き方、出し方をしませんから。どう処理されるかっていう言い方をしますので、その処理の仕方ができるようにしてほしいんです。 そういうところでちょっとこちらの具体例の事例については皆さんの方にお任せしますが、あのぜひね復習の時にこちらをやるようにしてください。はい、じゃあすいませんがここまでにしましょう。で次もごめんなさい説明便利かしてください。二十八二十九。 94条2項、類推適用。まあ、ぶっちゃけ言いますと、陶器を信頼したら保護されるかと。って言ったら、保護しないんですよね。陶器を信頼しただけでは保護しないと。ただ、所有者に落ち度があれば、話は別です。所有者に落ち度があれば、話は別です。ちょっと危なそうなんで、制度指示、ざっとで,で読んでみて。 でね、下に図、えー、図表があって、事例が4つあります。一番下はまだカッコにしって、一番下はね、すごく難しいので、ひ、とまず保留書で一番下はね。で、上3つを見たいんだけど、まずざっくりいくね、ざっくりね。あのね、所有者が A なんですよ。ざっくりよ。ざっく全部ね、全部の事例が。所有者が A で、なぜか B が登記していて、C が信頼しちゃったと。もう一回ね。所有者は A で、なぜか B が登記していて、C が信頼しちゃったと。 で、陶器を信頼しただけでは保護しない。陶器を信頼しただけでは保護しない。ただ、A に落ち度があれば話は別。で、まずこの図表からでもそうだし、皆さん、あ図表からなんですが、A の落ち度をちゃんと見抜いてほしいの。A の落ち度。一番上ね。一番上、A の上。 A が B の承諾を得て B 名義で投機。A が作ってる。真ん中。B の、えっ、ー、と B の下かな ?B 名義の移転投機、不実の投機、A の下丸三、知りながら放置。これも落ちたのね。放置も落ちたのなんです。あ、ちなみにあの、固定資産税って1年に1回来ます。それが来ないとね。 やった今年ラッキーだ普通はそう思わないからね。普通はそう思わずに、なんで今年来ないんだろうと。普通は疑いますから。一番下、A の下、丸一番。B 名義の仮登記を作出。これが落ち度。ってことでね、あ皆さんがこの論点を見た時にやってほしい作業は二つあって、一つは、本人に落ち度があるかを見抜いてほしいの。 本人に、所有者に落ち度があるかを文章から読み取ってほしいの。繰り返すね。陶器を信頼しただけでは保護しない。そういう論点が来た場合は、本人に落ち度があるか、所有者に落ち度があるかを探してほしいの。で、その落ち度っていうのは、くどいんだけどね、自分で陶器を作ったもそうだし、分かっていて放置したも落ち度になるんです。 ありがとうございます。これが一つ目ね。で、もう一つ見てほしいのが、一番右の C の保護要件なんです。94条で保護するときは、善意だけでよかったはずのね。善意だけでいいんだけど、上から三つ目まで、これを覚えてほしい。上から三つ目まで。無過質まで要求している事案なんです。これは覚えちゃう。 これは覚えちゃって基本は善意でいいんだけど無過失を要求してる事案があるでしかも過去問で出てるのだからこれは絶対覚えるってことねじゃあねその上から3つ目の事案を私もやっていきましょうか説明しましょうかいけそうかな よし。じゃあね、上から三つ目の事例。A と B、丸一。B 名義の仮登記を作出と。時間がないんですが、やりたいからやらせてください。なあ、ええー、俺、融資受けられない。あ,あ、そう、頑張って。そんなこと言わないでくれよなんか,誰かないかないかなと。じゃあさ、俺のあの、駅前の物件、え、くれるのいや、誰がやるか。とりあえず、お前買ったっていうふうに仮登記をどうか。え、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 いいのいいのうん、だから仮登記で売ってたらさ、お前資産持ちになるから、信用つくぜ。 悪いありがとう実はこんな話でね、あの A が B の、A と B でね、あの仮登記を作っちゃったんです。あの、売買なんかしないからね、これ A の落ち度だよ。売買なんかしないからね、これ映画の落ち度だからね。そしたらです、B の下、丸二番。どうやったのかわかんない。ごめん、どうやったら全然わからない。で、いろんな書類をね、いろんな犯罪をいろいろくる、くり抜けてると思うんです。何をやったかわかんないんだけど、本当記しちゃったんです。 そして、それを右の C が真セ買ったんです。これね、これ虚偽の外観は本当期なんですよ。嘘っぱちは本当期なんだけど、A はこの本当期に100%関与しないんですよ。100%じゃないんです。仮当期までは A の落ち度だけど、本当期まで来ると A の落ち度じゃないんです。 で、ここで判例はね、A の落ち度が低いことから C の保護要件を厳しく取ったんです。A の落ち度が低いことから C の保護要件を厳しく取ったんです。 A の保護要件、A の、ね、落ち度が低いことから C が保護されるハードルを上げたんです。ってことで、善意だけじゃ足りないよと、無関失までないとダメだからねと、無関失までないとダメだからねと。 で、ちょっとこれ4番の過去問なんですが、保護要件、落ち度、2つの点、か抜き取ってみて。左の4番の問題、過去問ね。落ち度とね、保護要件意識して読んでみて。 仮想の売買予約、落ち度があります。で、下から2行、3行目かな。信じ、かつそのように信じたことにつき、過失がなかったときは、過失がなかったときはと言ってますからね。ということで、最後にもう一回繰り返して終わりにします。この論点が出たときは、所有者側の落ち度があるかって点と、 保護要件が善意でいいのか、無関室までいるのか。善意でいいのか、無関室までいるのか。この2点を見るように。落ち度と保護要件ね。 ということですと皆さんが解く時間がないので申し訳ないんですがもう一つだけ私もまた説明させてくださいごめんなさい。じゃあ次は錯誤に行きます。三十と三十一ちょっと待つねごめんなさいね。ありがとうございます。えっと三十と三十一なんですが三十一昨後の要件と書いてあって。 左側が表示行為の作語、右が動機の作語になってるんだけど、この見分け方をちゃんと分かってほしいんです。見分け方。左行くよ。意思表示に対応する意思を書く作語。ここだけだ。意思を書く。喋ったことに意思がない。喋ったことに意思がない。 合格ゾーンが欲しい。合格ゾーンが欲しい。すいません、これください <laughs> 向こうに伝わったことは6歩ですよね。6歩を買うですよね。私にはこの6歩を買うって意思がないよね。口走ったこと。まあ、今回で、まあ、表示行為なんだけどね。表示行為の意思がない。口走ったことの意思がない。これが左の表示行為の作誤です。 一方、右の動機の錯誤というのは、表示行為、口走ったことについての意思があるんです。あるんですが、ポチ1個目。憑依者が法律行為の基礎とした事情について、その認識が真実に反する錯誤であること。これが動機の錯誤というニュアンスなんです。動機部分に勘違いがあったと。 動機部分に勘違いがあったと。これを難しく言ってるだけです。ちょっとこれでね、左側の問題の一番を見てほしいの。意思があるかないかを見抜いてほしい。左の一番の問題。 これはこの彫刻・鉱を買うっていう意思はあるんですよただその鉱を作っている人を間違えてるんです彫刻・鉱を買う意思はあるただその前提が間違ったんですね なんでそんなことを言わなくちゃいけないのかっていうと、実は、どっちの作語かによって、要件が違うからですよ。右のページの表、動機の作誤2個目のポチ。その事情が法律行為の基礎とされていることが、表示されていたこと、右だと動機の表示がいるってこと。 よろししいでしょうかね動機の表示がいるってことで要件が厳しいからこそちゃんと見極めができてほしいの要件が違うからね付け加えで入るからこそ意識してほしかったんです、まあ、ちなみにねこれに対しては昔学説の対立があってね「動機の表示そんなの無理だよ」だってやったことないもん。 普通そうですよね。買うときに、美味しそうですね。これすごい食べたら幸せになるような気がします。売ってください。そんなこと言うやつはいないよ。で、そこでどう言ったかっていうと、これがすごい。注意書き。急法課の判例。動機が明示的。または、ここです。目次的に表示されればいい。目次で伝わってればいいと。と これ、紛争の種になるだけだと思うんですけどね。<laughs> けど、言わんとすることはしょうがないの分かりますあの、同居を表示すればいいんだって言っても、表示してるやつなんで、まずいないと。だから、目次でもいいんだと。伝わってればいいんだっていうふうにしたんですね。 ということで、皆さんにちょっと今日やってほしいことね。3456の問題。3456の問題が、これがね、うちに帰って解くときに、意思の策、意思の策語か、表示行為の錯語か、動機の錯語か、表示行為の錯語か、動機の錯語かをちゃんと見る。表示行為か、動機の錯語かを見る。 そして動機が表示されているかを見るその作業をねぜひちょっと今日え復習の時にやってください。 では、久々に問題解きましょう。三十二ページ。全部で五足。用意、スタート。 じゃあ、それぐらいにしましょうか。えっと、右のページの方ですが、動機に基づく、あ、作誤に基づく取り消しの可否。原則、取り消し丸。作誤に基づくものであって、その作誤が法律行の目的及び取引上の社会通念に対し、重要なものであるときは、取り消すことができる。取り消しとなっております。例外、表示者に重大な過失があるときは、取り消すことができない。と。はい。ちょっといいですか。あ、見るだけでいいかね、こんなん。 A が B に意思表示をしたんだけど、それが錯誤でした。基本的には A の保護と考えて取り消しを認めます。A の保護と考えて取り消しを認めます。ですが、A に重過質があれば、A に重化室があれば、取り消しができなくなる。A に重過質があれば、取り消しができなくなる。お聞きしたい重過質があったら得するのはどっちだ ?B でよろしいね。 次の行を読んでみて。例外のところ。重回数の存在については、相手方が、相手方が、表示者に重大な過失があったことにつき、立証責任を負う。だからわかる覚えるなよ、こういうの。こんな知識覚えなくていいんだからね。その事実があれば得する方が立証責任を負う。それで切れるんだったら覚えるだけ無駄です。 次回、表現だりで違うの来るから。<laughs> 表現だりだとね、ちょっと違ってきちゃうので、その時にまたわーわー言うから。このよう、この今のね、その事実があれば得する方、その事実があれば得する方で切れるものは、立証責任は覚えなくていいんだから。はい。いけるかな。もうちょっと待とうか。 よしじゃあ続けるよ。続けるよ。えっと、最例が1。取り消し丸。相手が憑依者に策があることを知り、または17過失によって知らなかった時。基本ですがやらせてください。A に錯語がありました。A を保護するために取り消しを認める。でも A に重過失があれば、こんな A は保護しなくていい。取り消しを認めず B を保護したい。でもこの B がね、うわあいつ勘違いしてるな いやいや、うっちゃえ売るなよなんで分かってて売るのでもね、この分かっていて売ったんであれば、B 側の方も必要がないよね、と。で、ちょっと意識するのは、悪意だけじゃないってところね。または重大な過失。ここまでちゃんと押さえて。B 側が悪意だけじゃなくて、重大な過失でも、 こちら、最例外に当たるからねでは最後最例外に取り消しができる相手との憑依者が同一の錯誤に陥っている時同一の勘違いをしている時と あの、今から例を言いますので、あの、一言だけで書く、書くて構いません。こっちが、あの、業者と思ってください。あ、じゃあ、この会が買いますかはい、これ、丸〇が書いたものですよね。はい、そう、丸〇が書いたものです。ありがとうございます。それでは、買います。すいません。ですか画家間違えちゃった。ちょっと汚たんだけど、業者だよね。うん、業者。ごめん、あの、これ、語ホだと思ったら、根元だった。 嘘だろうで、本当にごめんおむさん俺勘違いがあって、重回数なんだよ取り消しできないんだ嘘あの、取り消しでよくないあの、二人とも同じ勘違いしてるの同一の錯誤ってとこね。二人とも同じ勘違いをしてると。二人とも同じ勘違いしてるんだったら、契約なしでいいじゃんと。 お二人とも同じ点で勘違いしているなら、契約なしでいいでしょと。 ということで、これが同一錯誤という論点でした。以上で意思表示のところはほとんどおしまいといたします。ページの方は34、35が詐欺なので、ここはちょっとご自身できると思います。お任せします。36、37が脅迫及びまとめの表になっています。ちょっと読きそうになりますが、37、まとめの表を軽くだけ言わせてください。ありがとうございます。えっと、37ページの表があって、一番右側。 第三者を起きて、ここだけ軽く説明させてください。三つにグルーピングをお願いします。上二つ。えー、九十三、九十四で一つのグループ。九十五、九十六で一つのグループ。九十六、あ、九十五と詐欺で一つのグループ。削除と詐欺で一つのグループ。脅迫で一つのグループ。お願いします。ありがとうございます。 今3つにグルーピングしましたが、本人の落ち度はどうでしょうかわざと嘘つく。勘違いしちゃった。脅されちゃった。これ明らかに本人の落ち度のレベルが違うんですよ。実は第三者保護規定は、 それと連動してます。上の二つは本人の落ち度。本人の落ち度がめちゃくちゃ強いから、第三者は善意でもう保護してあげる。過失、あんいやってもいい。重快さあってもいい。もう善意と長月は保護してやると。 本人の落ち度があまりにも強いので、全員であれば、過失、重回数問わず保護しますよと。一方、錯誤詐欺になると、ちょっと本人の落ち度、本人の落ち度というのは低くなってしまうので、保護要件、保護要件が無過失まで必要になってくると。 一番下、脅されたのについては落ち度は全くない。だから、むしろ第三者は保護しないと。第三者は保護しないと。まあ、ちなみにここで論じるべきじゃありませんけどね。あの、未成年ってことは落ち度がありますか <laughs> ごめんなさい。変なこと言ってますよね。なんでお前未成年なんだと。そんな落ち度全くないよね。だから未成年の場合って第三者は起きてないですよね。 こんなうに本人の落ち度と第三者保護の要件というのは連動するんですねもし丸暗記でやった方はねぜひそんな感じで理解してみてくださいではこれもうちょっと待とうか。 では、38ページの問題に行きましょう。今度は、意思表示の効力発生の話です。38ページ一番上、各自社間における意思表示の到底、到達過程、4足です。用意、スタート。 よし、じゃあそこまで。右の方のフローチャートがありますので見てください。えー、手紙を出して向こうが4までの流れが載っています。漂白、えー、書面の作成、発信、投函、到達、配達される、そして領地独領すると。どの時点で意思表示の効力があるか。これは右から2つ目。到達です。届いたところで効力が出ます。 読んでないは言い訳にできません。読んでないから効力なし、その言い分は取りません。じゃあ、到達とは何か損した米印。到達とは一生字が相手方が知り得る状態に置かれることを言う。損した資格枠。到達とは一般取引所の通りに照らし、相手方両中にその 勢力範囲内に入ることを意味し、相手が現実に領域することを要しない。抑えんのは勢力範囲に入る。このフレーズです。勢力範囲に入る。これで2と1を切って欲しかったんです。内縁の妻が受け取れば、それは自分の勢力範囲と言えるでしょう。 また、従業員が受け取る。使用人大丈夫従業員ね。使用人、従業員ね。従業員が受け取るってことは、これは自分の勢力範囲に入ったと言えます。 はい、ということで、この1番と2番はもちろん、ね、あのあの繰り返し覚えちゃいますけどね覚えてほしいのは勢力範囲に入るってことね、はい、すると、まあ、届いた時点で効力が生じると例えば、ポストに入ればもちろん勢力範囲に入っちゃうんですよするとこういうのが出てくるんですあいつから多分役員の辞任届が来る今日届くはずだ届いたら終わりだ届いたら終わりだ 郵便が来た。殴ってみる。郵便が来た。殴ってみる。よし、届かなかったぜ、と。誰が考えてもおかしいわ。その下の注意書き見てください。相手方が正当な理由なく、石王子の到達を妨げたとき、妨げた、届くのを邪魔した。効力なしはどう考えても変。その下、その通知は、 通常到達すべきであったときに到達したとみなす。到達すべきであったとき。これが効果です。4番確認してください。届くべきときに届いた扱いです。 ていうかこの要件効果、もし間違えた方、要件効果、線引っ張ってみて。要件は妨げたでいいよ。要件の方は妨げた。効果は、到達すべきであったとき。到達すべきであったとき。ありがとうございます。では、えっ、ー、と、次の資格、ちょっとな。 次の資格枠なんですが、まあ覚えてほしい点は1点だけなんですが、それでもあえてやらせてください。デートに行った。完全に失敗した。変なところでこけてしまった。ズボンが破けてしまった。ああ、もうダメだ。LINE が来た。ああ中見なくても大体わかる中見なくても大体わある合図から来たもう終わりだひ開きたくない。まともな話にします。 思いっきり遺贈をもらってしまった相続人からお手紙が来た遺留分侵害額請求と大体わかりますよねそれの受け取りをずっと拒否したんです読んでみて資格枠 でね、まずね、最悪、でも後ろね、到達したとみなさ、認められる。到達したと認められる。ここは絶対しといてください。受け取りを拒否し続ければ、到達したとみなされない。それやっぱおかしいんですよ。受け取りを拒否し続けても、これ到達したと扱われますよってことね。で、もし、それ以後で、もしできたら、その前のところ、下から2行目のね、留置期間が満了した時点で、ここまで抑えられたら、ぜひここまで。 まあこれぐらいにしてちょっと軽い休憩をしましょうか1時間ぐらいだったかなはいじゃあいきましょうかじゃあ今度はね4041お願いします え細かいんですが出てますんでやるしかありません工事による送達ちょっと一緒心とこ読まして意思表示をすべき相手が誰なのかわからない場合いやどこにいるかわからない場合ここちょっと意識しといて誰だかわからないどこにいるかわからないあはそうなんですかこれ6本売ってくれるんですかあありがとうございますなんか身内のよくかんないですよちょっとどこかょっちゃった,っゃった、うん、お金はここに振り込んでくれうん いらねえなこれキャンセルしようって言っても「あれあの人どこの誰なんだろう?」「届けば効力出るんです」「でもどこの誰だか分かんなかったらどうすりゃいいの?と」と字に覚えない「工事」「工事相達」あれと同じなんですよ処理読んでみて。 これ民事訴訟の知識もつながるから2週間覚えておくと便利。民事訴訟の知識もつながるから2週間ぜひ覚えて。さすがに貼った時に効力ありっておかしいよね。見てるわけま、絶対ないから。なんで2週間のとこで効力出るよってことね。ただこの掲示を乱発しないようにしているのが最後2行なんです。 この刑事制度を乱発しないようにしてるのが最後2行ちょっと調べりゃ分かるちょっと調べりゃ相手が分かるちょっとこれでもしあ分かてない、書き終わったかな じゃあ、ある程度分かったら、左の1番と2番、やってみて。 これぐらいにいにたしましまょうでページは今度は42ページになります無効と取り消しの話が載っておりますで、まあ、ここはもうできると思いますので45ページ軽くコメントだけさせてください45ページ取り消し権者と書いてあって編みかけのところを見ててくださいで、ね、ちょっとこれ画面のほうに出しますのでお付き合いください。 わーは,は言いますんで、そこだけ、あと言いますんで、そこだけメモっといて。いよ。行為能力の制限に取り消すことができる行為は、制限能力者、括弧コストバス、または代理人、証券人、または動揺するもので、できるものに、限り、取り消すことができる。左。錯誤、えー、脅迫に取り消すことができる行為は、可視者意一生示したもの、またはその代理人、もしくは証券人に、限り、取り消すことができる。 限定列挙なんです。取り消しができる人は限定列挙なんです。限定列挙。だからそこに載ってる図表ね、取り消し権者限定列挙。もしくはね、この人だけ、この人だけ、絶対とかね、でもいいです。 いうことで、ちょっとじゃあね、取り消し権者、ちょっと見ていくとね、左からね。制限能力者取り消し。制限行為能力者、もうやった本人ね、やった本人。あと、2と4、2と4、保護者です。2と4、保護者。で、その保護者が代理権を持っている場合もあるし、代理権がなくて同意権しかない。保護者とかね。 いうこともあるので、そう、2と読んで分けてるね。2と読んで分けてるけど、これは代理権がある未成年の親とか、後見の場合とね、あと、補佐とか補助については、これ代理権がない場合もあるので、同意権者ってことにな,なってるわけ。だから保護者でいいんだよ。まとめてね。保護者ね。で、丸三、放滑症刑人、特定承継人。まあ、特定承継はほとんどで、あの、ありえないんで、放括承継相続人と思えばいいです。相続人と思ってがいいです。 とということで本人、保護者と相続人というだけなんですよ。で、左の4番の問題。あのこの過去問をね、丸だって覚える人の神経が知れない。 あの、覚えるべきものは、あのね、これが、丸だって、もう、これを丸って覚えるんじゃなくて、あの、取り消し権者は、えっと、本人と保護者と、せいぜい相続人までだと。それを覚えてきゃいいんですよ。一応ね、右の方では、表の下の方にね、取り消し権者に当たらないもの、代表例と入れときました。ただ、くどいようですが、皆さん覚えるのは、取り消し権者を覚えるんだからね。 この代表例なんて覚えたって、あの、無駄とは言いません。無駄だ。無駄だ。無駄ですからね。あの、上の取り消し権者覚えちゃえば、おのずと出るんですから。 もうちょっと待ちましょうか。じゃあ四十六四十七お願いします。 履行済みのものの返還義務の範囲というところです。取り消した、無効だった、取り消した、もしくは無効だった、相手に渡しているものがある。取り消した、無効だった、相手に渡したものがある。いや、それはどれぐらい返ってくるのと。契約で無効に渡していた。 取り消した無効だった。返してくれと言いたい。原則、現状回復義務です。これ、今、不当利得じゃないからね。今、扱いは不当利得じゃないからね。現状回復が基本ですよ。繰り返すよ。昔は不当利得処理ですが、今は不当利得処理じゃありません。現状回復、全部返せと。ちょっと多少争い歩くんだけどね。 全部返せ、場合によっては利息もつけろと。解除と同じ扱いであれば、全部返せ、場合によっては利息つけろとなるはずなんです。ちょっとまあ、このあたり会社が争いがある、あの、まあ、ぶれてるらしいんですけどね。ただ少なくとも不当利息じゃないってことね。 で、例外が2個あります。例外が2個あって、例外の2。一無能力、制限能力の変換義務は現存利益に制限される。善意悪意で区別なし。ここは旧法通り。保護を徹底するために、えー、制限能力者の保護のためにね、残っている分、今ある分渡せばいいよと。今残っている分、ある分渡せばいいよと。使った分はいいからねと。 使った分はいいからねと。で、例外1。無償行為について、税の給付事業者の返還義務は現存利益に制限される。これね。 ポイントが2つあるんです1つが善意、1つが無償行為であの今日書いてもらうのがこれで最後です、本当にごめんなさい、本当に今日だけはごめんなさい。 はい。じゃあ行きましょうか。えっとね、A が B に贈与、100万円贈与したんですよ。で、100万贈与して、やったーもらったーって思って喜んでいたら、喜んでね、使い込んで60万になったんです。そしたらこの A の方から、悪い。あれです無効だよ。嘘そんなの気づかず使っちゃったよこれはね、残ってる分返せばいいんです。今残ってるの60万なんで、 100万で返す必要ありません。60万返せばいいだけです。一方ね、右行きましょう。AB で売買契約したんですよ。ちょっとこ分かりづらいんだけど、A が、あ、B が A に物を売っている。A から100万もらってる。で、A は A で物品を持ってると。物品を持ってるという状態ね。 B が A に売ったのね。B が A に売って A が物品を持ってるのね。で、この後、売れた B は嬉しくなって使い込んで、使い込んで60万。使い込んで60万にしてるんです。ここで A が。終わりあれ、無効だ。えぇ、ー、俺もう使っちゃったよ で、ね、俺知らなかったしさ、知らなかったから使ってもしょうがないよね、と。じゃあどういうことだから俺使ったからさ、俺、お前に60返すね。うん。で、俺はうん、仏全部返せ。ずるくないこれずるくない自分で、自分は使ったから60だけど、お前は物全部返せ。これ変なんですよ。 そっちは物全部返せ。こっちは残った分しか返さないと。ってことでね、例外の要件、もう一回確認しまって。例外の要件は、善意の給付ずりょう者、使ってもしょうがない。善意の給付ずりょう者、使ってもしょうがない。プラス、左側、無償行為。 例外の1の要件は無償行為で勝つ善意ってことね無償行為で勝つ善意ってことね左の4番の方を確認できるでしょうか2つの要件ちゃんとありますかね 全員、はい、のいうが,が書いてませんからね。では、続いて48、49。ちょっと説明中止に申し訳ない。49、追認の要件。これは意思表示に基づく追認。意思表示に基づく追認です。えこちらは、と騙されて契約したけど追認する。 騙されて契約したけど追認する。とか、非公権が契約した内容を追認する。非公権が契約した内容を追認する。未成年がやった行為を追認する。一番上の段だけまず見ます。要件は基本二つです。下記以外の取り消し権者。要件一。 取り消しの原因となっていた状況が消滅していること。これがいる。ざっくり言えば、冷静になっている。冷静になっていることが要件です。具体的に言うと、詐欺に気づいている。青年者になった。詐欺に気づいている。もしくは青年者になったと。 はい。ただ、ある方がやる場合は、もうこの冷静の要件いりません。次の段に行ってください。法定代理人、または制限能力の補佐人、もしくは補助人が通認する。彼はもう冷静ですから、別に冷静になったっていう要件いりませんよ。 そしてもう一つ、丸の、えー、っと、一番下かな。制限能力者が法廷代理補佐人、補助人の同意を得て追認。同意を得て追認。あの、同意があれば売買できるんですよ。同意があれば売買できるんですから、同意があって追認できないっておかしいんですよ。同意があれば売買だってできるんです。 同意があれば、追認ぐらいもできていいはずです。ちょっと繰り返してもう一回ね。同意があれば、売買だってできるんですから、同意があれば、追認だってできていいはずです。ちょっと確認ね。同意があっても、売買できない人いませんか一行目カッコしっかり見て。青年非貢献を除くと、非貢献は、売買もダメだったね。 とということで1番、これ、誰がやってるか見て、1番1番の問題。はいよろしいでしょうか。で、今度は表の右側見てください。 これ俗に領地という要件です。取り消し権を有することを知った後であること。あのね、追認っていうのは、取り消し権の放棄なんです。取り消し権を持っている、それをえいって捨てること。持ってることを知らなければ、捨てようがない。持って っていることを知らなければ捨てようがない取り消し権を持っているそれを知らなければ捨てようがない二番の問題確認してもらっていい ということで、この領地というふうな言葉でもし覚えた方はね、ちゃんとこのニュアンスをしっかりわかるようにね。取り消しができるってこと。取り消し権を持っている。持っているけど捨てるんだっていいしね。 はい。ということで、初回なんですが、ごめんなさい。もう後々になって、まだバタつきたくないんで、もうちょっとだけ、すいません。お付き合いください。すいません。では、もう一個の追認いきましょう。50と51。法定追認というものです。これね、難しいと思ってる人がいいんですけど、実は見る点決まってるんですよ。えっとね、ちょっとまずごめんなさい。あの、謝りたいって言かって、左の8番の問題、ちょっとバッテンしてください。左の8番の問題、バッテンしてください。ちょっとどうもいろんな本見てると、うーん、ちょっと、ね、怪しくなってきたんです。ごめんなさい。8番の問題ね。 であとごめん右のページのね中の2こちらの方の丸の二っていうのもちょっとこれちょっと削ってください丸の二もねちょっとこれうんとね怪しいんでこれ多分出せないなといろんな本ちょっと最近また買ってみたところ怪しいなと思ってきたのでちょっとここはもう無視してくださいすいませんお時間来てるの分かってますその上でもやらせてください法廷追認というのはこれは 取り消し権を持っている人が一定の行為をする。すると相手が、あ、もう取り消さないなと信頼しちゃう。だから、追認扱いしちゃう。これが法定追認という制度です。ちょっとこれでやらせてください。時間ないんだから早くしろ。わかってます。このケースね。A、取り消し権 B、履行した場合。A、取り消し権 B、履行した場合。で、時間内の100も承知やらせてください。 向こうが A でこっちが B です。いらっしゃいませ。あこれ買うんですか ?100 万ですよ。いいんですかやった売れたやった売れました百 !100 万の BP 売れました。ピピした嘘あいつ未成年終わったはい、未成年売っちゃいましたはい、終わり。もう私終わりです。はい、もう絶対終わりです。来ましたよ !A が来ました来ましたあー終わった終わった終わったもうね、扉開けたらはい取り消し、取り開けたらすぐ取り消しですよ。あー終わったもう人生終わったごこんにちは。 こんにちは、早くして。成人式の帰りです。なんでそれ言うのいや、用件なんですよ。く件あんないけど、ごめん。成人式の帰りなの。うん、はあはあ。もう終わった。もう終わった。はい、100万です。嘘おい、おい、おい、おい取り消せる人間が払ってきたよ。これ、取り消すつもりねえぞ。これね。 ここに載ってるね、5パターン覚える必要全くない。これ語呂合わせで覚えてるその気が知れない。そんな出たことないから。覚えてほしいのは、取り消し権者が行為をしてるって手なんです。見てほしいのは、ね、取り消し権者が何か行為してないか見てほしいんです。取り消し権者が行為する相手は信頼しちゃおうと。 あ、これ大丈夫だって時間ないのも100文字おですからやらせてください右の方これ受けたってイメージね受けたってイメージ受けたってイメージ受けたってイメージ、ね、同じことやりますごめんなさい本当に100文字ごめんなさいえっとなんだっけそうだ 物品を売る。やった、売れたぜ。ああ、未成年だ、終わった。で、ここから先だ。えー、っと、次はなんだっけ。そうだ、今日はあの人に散って、売った物品を持っていくんだ。でも、ピンポン鳴らしたらすぐ取り消し、ピンポン鳴らしたらすぐ取り消し、間違いない。ピンポン、ああ、終わった。こんにちは、成人式の帰りです。なんでそれ言うのよく分かんないんだけど。お願いしますご苦労さん。 うお受け取ったサイズこれ取り消すつもりないなって信頼するんですね。これ、上のね、履行を受けたってでしょ行為があるんですよ。取り消し権者に行為があるんです。一方、上から二段目。 請求を受けた場合。売れた、やったで。あ、未成年、終わった。よし、じゃあ請求に行こう。A 画の店。ピンポーン。払え私もやりたくてやってるんですよ。これ、A、行為してないよね。取り消し権じゃ何にもやってないんだよ。 だから、これは法定追認なんないの。だから、くどいんだけど、法定追認自由をゴ合わスで覚える。そんなバカげけたことやんなくていい。取り消し権者が何かやってるか見てほしいの。実は時間がなくて今日できないんだけどね、10番の問題なんかすごくいい問題です。取り消し権者がね、あ、もうや、やろう。じゃやってみて。10番ね、取り消し権者が行為してるか見てやって。 取賢者が売るって行為をしてるかあの取り消し権者の A は売ってませんよね新派が売ってますよね取り消し権者の A は何も売ってないんですよ C が売ってるんですよね。はい、ありがとうございます。だから見る点は皆さんは取り消し権者が何かやってるかって見てほしいの。で、それともう一点見てほしいことがあるの。それが、右のページの中の2なんです。削ったところ削った状態にしてね。削った状態見てね。 基本ね、冷静になってからじゃないと、要件クリアしないんです。冷静になってから。あの、先ほど私、あの、成人式の帰りと散々言ったの覚えてるでしょうか成人、未成年が成人になる、青年になれば、冷静な判断ができますよね。冷静な判断ができるようになってからじゃないと、要件クリアしないんです。 この中のには、冷静になった状態、冷静になった状態を意味しています。ちょっと早くてごめんなさいね。あちなみに親だったら冷静だから別に問題ないよね。親は冷静だから問題ないよね。ということで、この2つの観点で、ぜひ問題をやってみてください。といったことで、今日はここまでといたしましょう。ということで、ちょっと復習について説明させてください。 復習ですが、今日は51ページまでやってください。で、私が問題を解いたか解かないか関係なく解いてください。私がね、講義中にやったかどうかを問わずやってください。問題を解いてください。で、できればその問題については、 次回までにもう一回か二回やってほしい。一週間かけてもう一回か二回やってほしい。で、丸三は、丸三は、これも皆さんの可処分職に、ちょっと、え、可処分職った。可処分時間に任せます。右の表の暗記作業までできるかどうか。これは皆さんが普段どんだけ学習時間取れるかで変わると思います。 で、できれば間違えた問題などは、軽いね、淡い色をつけておくといいと思います。淡い色ね、薄い色ね。あの、濃い色つけちゃうと、2回3回間違えた時にね、もう塗ったくれなくなっちゃうから。まず淡い色にしといて、どんどんそこから濃くした方がいい。 ということで、これぐらいにいたしますが、もうちょっと待ちましょうかね。よろしいでしょうかね。で、最後にちょっとすいません。告知がございます。何か皆さんにできないかと、このご時世、何かできないかと思い、いろんな方にご協力を仰ぎ、民法2回目、民事訴訟2回目から、ズーム配信をすることにしました。生講義、通信の方、全く誰でも問わず、 まあ受、受講生ね、受講生ないだけど、ズーム配信をすることにしました。例えば、生講義の方。例えば、日によってはちょっと今日怖いなとか、出たくないなと思った場合、ご自身の自宅で受けてください。また、え、通信の方。2週間間が空いちゃいます。通信教材が。ズーム配信だと、木曜、土曜のリアルタイムで聞けます。2週間待たずに済みます。また、通信の方。 通信って止められるから3時間が6時間なんですよ。生講義止められないので3時間で済むし、スケジュール管理も考えなくて済みます。はい。で、こちら具体的な手続きについては11月12日、マイページ内のオンラインスタジース P のインフォメーション欄に具体的なね手続きについては載っております。 11月12日以降にオンライン SP の方で見てください。で、ちょっとお願いがいくつかあります。まず一つ目なんですが、次回から版書が発生しますので、こちら、もし打ち受けられる方は、それをプリントアウトしてください。どんなに多くても4ページ、5ページぐらいで収めます。お願いします、その点は。それとあと2点なんですが、え、こちらはあくまでもごめんなさい、実験で行います。あのー、まだこれ完全な商品としてできるかどうか、 もう実験として、フォローとしてつけ、つけました。なんで、もしこれで、ね、その、ズームのところで一回配信が止まってしまった場合、改めて配信するってことは今予定しておりません。なんで、生講義のフォロー、ウェブフォロー、こちらの方をぜひご利用ください。その点だけごめんなさい。いろいろまだまだいろいろね、あの、規約などいろいろねいいい、こなさなきゃいけないことがいっぱいあるんです。ごめんなさい。そしてもう一つ、これだけ本当にお願いします。こちら、いろいろズームのパス、IE などが配布されます。 これが第三者などにわたると不正事項できちゃいます。で、この不正事項があったら、この制度は一回も無なしになっちゃいます。皆さん一人一人の本当に良心にかかってます。不正事項等がないように、譲渡なり SNS などで上げること、それだけは勘弁をお願いします。初回で11分の延長になりました。本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。